さんとか体大丈夫？大きいでしょ。野球やってたから体強いから。あ、ピッチャーやったっけ？うん、ピッチャーではないけど。ジャンさん見たことないの？見たことないです。話だけですか。結婚式の時に、どういう人だっていう感じで、野球、元野球部だみたいな感じで話してて、いや、やっぱ大谷さんはそば似合うなっていう話で。そば、そば、そば似合うでしょ？そば、そば。そば、結婚式で写真、そば食べてたでしょ？タッキーの。それか。やっぱシャトラン駅、そばの似合う女は大谷さんしかないなって。いや、でそんなそば食ってた。一番似合ったんだよ、あんたに。ありがとう。彼氏ももう、私そば似合うんだってって言ってた。意味わかんないって言われてもいいけど。毎週サトシの話なんてやってる。なんかサトシの話めちゃくちゃ来るわ。なんか今度田村大会あるから、受けの気が入ってるし。難しいんだけど、あれ高校の時やってた。やっぱりネットワークって大事ですよね。矢野さんとかそうかね、つって。でもジム行ってるでしょ。体鍛えてるじゃん。体鍛えた。なんかね、暑いんだよ。暑いね。バドミントン結構サトシンチも森くん並みに行ってるけど、もうすごい。何がすげえよ、暑いのかと。僕が見ようって言ってるのに、なんか話なんだ。はい、なんか毎回言ってるから、ね、毎回言ってる。やばい、やばい、やっぱりシップ張りがかりはサトシだし、ね、お、まさか石橋くんがたまたまそれを見て、大丈夫なんですか。大丈夫だよ、なんもないよ、つって、ね、石橋くん、はい、それはまあ、だからちょっとね、ちょっとまあしょうがないね、腰だから。あれ？いいのかな？何にもないんですよ。いや、まあ、いいよ。どうぞ、誰も。じゃあ違って、うん、ここはまず上に。ここ日本だから、うん、俺、女の子が好きなんだから、でもここはちょっと覚えておいて。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃんなんですね。知らないでしょうけど、森くん、森くんのことをちょっとお兄ちゃんから。ね。年下なんですけど。いや、なんかちょっと違う意味のお兄ちゃん。違う。森くんちょっとね、白川何してるか分かんないのマジで。そうなんですけど、あんくん、お兄ちゃん、LINE してたら分かるさ、ね。でもなんか、ちょっと対応が違うんだよね。たまたま、みゆきちゃんと一緒にいたときに、みゆきちゃんとみゆきちゃんが同時にやってたのね。で、俺に対するみゆきちゃんとみゆきちゃんに対するちょっと、全然違くて。全然。はい。あ、はい。おばさんの靴下って普通の靴下？いや、普通の靴下じゃない。あ、なんか重りくっつけてるのかと思うんですよ。デザイン性に行かせ。全然
全然。なんか飲み会の時に踊るとかやれるんですけど。絶対そう。